新藤辰巳のゴミラジオ。ティアンデイ、新藤辰巳のゴミラジオ始まりました。はい、どうもバカよあなたは新藤辰巳です。今回はですね、まあ準々もそうか、 M1 グランプリの3回戦、まあ準々決勝ぐらいの時になると、まあまだ言ってもいっぱい出演者が出ております。多分3回戦はまあおおよそ300組の出演者が出ておりまして、準々決勝になると100組の出演者がまあ毎年大体出場されております。されおりますって、なんかね、まあいいや、されおりますね。でそんな中でね、まあたくさん出てる人たちがいて、まあネタ終わったりとか、まあもちろん芸人のね方が見に来たりとかもするパターンもあるし、でまあ3回戦なんてルミネ座吉本だから、吉本興業所属の人とかだとさりげなく楽屋口から入って袖に行ってちょろっと見に行きたいとか、気になった人がいたらね、なったりするんですけど、まあその多くで言われるみんな受けてたよについてね、ちょっと考えていこうかなと思うんですけども、みんな受けてたよって俺よく聞くんだけど、あれどういうことなのかなっていうのがね、ちょっと引っかかるんですよね。みんなは受けてないですよ。あの言っても3回戦なんて受けない人いますから。でも蓋開けると、いや今日あったかくてみんな受けてたよみたいなね。これがね連日続くわけですよ。だから3回戦に至っては4日間、東京予選だとね。全体で言ったら、まあ、7日間ですね。大阪も入れたら。まあ、準々決勝で言ったら、2日間ですかね。みんな受けてたよなんて言われますけど、いや、みんなは受けてないから。これ、じゃあ、なんでみんな受けてたよっていう人がよくいるんだ、というところに、ちょっと注目したいんですけど、あの、予選の3回戦準々でみんな受けてたっていう人は、多分結構若手の人が多いんじゃないかな。受けてる情景とかをリアルに表現できない、要するにそういう大きな舞台にあまり立ったことない人が偶然3回戦に行ったりとか、実力をつけて3回戦に初めて出れたなんて人がね、見てて、おー、これこすげえな、やっぱり3回戦に来るとみんな実力者だからみんな面白かった、みんな受けてたって言うんですよ。これはどういうことかって言ったら、普段出てるライブがお客さんが少なくて笑う姿勢の整ってない人がパラパラいて激重な空間と照らし合わせているから、そこで3回戦準々決勝に行くとその状態は確かにないんですよ。だからまあある程度のボケネタをやると反応はあります。それを総称して、いやみんな受けてたよって言うんだと思うんですけど、僕が思うのは3回戦の受け方として受けてたのかどうかっていうところにやっぱ注目したいので、みんな受けてたよなんてことはないんですよね。全く一人も笑わなかったなんて人はひょっとしたらいないかもしれません、3回戦には。ただピークが40人ぐらいしか笑わせてないとかはいるかもしれないです。40人30人40人25人みたいなボケで言って、まあこれがやや受けというやつなんですけど、でもそういうのを見てもまあルミネ座吉本は大体450人ぐらいいますから、40人つっても9分の1ぐらい笑ってるわけですよ。そういうのを見たら、そのね、普段劇場で20人とか15人でやってるとこは、その40人の笑い声聞こえてきますと。ああ、すげえ受けてんじゃんってなるわけですけど、いや、待て待てと。450人いるよと。いうのを、これ言いたいわけだし、ルミネ座吉本でその笑いだったら金取れないよっていう受けの人は、やっぱり、この M1 グランプリ3回戦の、その、一
般的なライブのフリーで出てた体感より受けてたとしても、やっぱ商売としては成立してないんじゃないかなと。もちろん、普段の本公演と比べるのもまた変な話で、ちょっとズレができますけどもね。だから450人入った時の笑いの量っていうものが、どうなんだいというところにちょっと注目してほしいなと思うんですよ。で、やっぱり、小受け、中受け、大受けみたいなものがあると思うんで、それでグラデーションに、になってると思うんですよね。小受けから中受けまでの間の人、中受けから大受け、大受けの間の人で分かれてますから、それで言う小受けっていう人は意外と多いです。みんなすごい受けて、すごいとかはつけないでほしいね。みんな受けてたよ。みんなまあまあ受けてたよ。ちょっと受けてたよという表現に変えていただきたいなと。すごい受けてたよだったら、いや誰が通るか分かんないな、なんて言葉が出てきますよね。みんなすごい横並びで受けて、横並びで受けてねえからというね。ちゃんとね、連日、まあ2日でも1日でもいいよ。ちゃんと見てください。受け方に差、めちゃくちゃありますから。で、落ちたり受かったり、あの人、落ちてんな、受けてたんだけどな、いや待て待てと。受かってる人の受けを見て、その落ちた人の受けはどうだったんですかと。何、勝ってましたか、横並びだったんですかってなった時に、やっぱり圧倒的に負けてると思うんですよ。その圧倒的に負けてるけど、その見た人のフリーエントリーライブとかで見たお客さんの受けてから比べたらすごい受けてると。そう言いたいでしょ、そう言ってると思うんですよね。でもそれだとそりゃそうだよ。そりゃそう、ま、人数違うんだから。で、お客さんは横にお客さんいる状態と、間に抜けながらお客さんが座る状態だったら、ライブを見るという心境が変わるので、笑いの生み出る出方と、生み出る量が変わりますから、そこはちょっと勘違いしないでいただきたいと。普段より受けてたと。すごい爪痕残った。じゃなくて、全体から見たりと。ルミネ座吉本、例えば順々の、東京ニューピアホールですか、そこで、あそこは700か800入るんだよね。で、そこからしたらどうだったんですかってなった時に、ね、ルミネ座吉本とか、3回から3回順々まで行ったら、ね、客の席も、250人ぐらい増えますか ?200 人ぐらい増えますか、うん。さらにその増えた状態から考えた時にどうなった。で、それで大受けしてる人は、まあ、大概通ってましたよ。さすがに、こんだけの広い小屋で、もう子供だし、私、できないですから。一回戦、二回戦、ちょっと子供騙しできんですよ、これが。ちょっとね。まあ、二回戦はまあ割と広い方ですから。まあ、一回戦に至っては特にそうかな。うん。だから、そこで、もう、受けても落ちるって人は出てくるけど、こう、三から、もちろん3ですげえ受けて落ちる人もいます。昨年のね、怪奇 RB、どんぐり RPG ってその、昨年の M1 審査員から見ると、M1 の賞レースの漫才としては不適切、適切な形をとってないんじゃないかと、おそらく思われたと思うんですよ。それで落ちて。で、これから1年が空き、まあスタッフの見る目も養われ、ああいう芸人がいるっていう認識もして、寝かせたまま1年経った時に、また、より面白いのやったときは、じゃあ通らないかって、それは絶対通らないとは限らないし。もちろん、ね、アマレス兄弟さんとかもそうですよ。日曜チャップリンなどでね、ネタとか見て、で、どんどんなじって、あ、そういう芸人いて、あ、今回のネタはやっぱ M1 用にちゃんと作ってきたなってね、思わせて、かつ笑いも取れてたし、ちょっと型破りな形だけど、これはちょっと通したいななんて思わせたら、いや、もちろん勝ちだしね。で、すごい受けてたけど、これはっていう時もあるじゃないですか。そのもう素人目に見ても。そういう時はやっぱり落ちてたり。もちろんプロの目がね、素人目とまた違いますので、素人が落ちたと思ってても、プロが見たら受かってる場合もありますし、もちろん人なので、交番順や、芸風、いろんな芸風が並んできますので、いろんな芸風の並びによって、被ったりとか一切しないで自分の番が回ってくるのと、2、3個被ってから自分の番回ってくるのと、ちょっと笑いの生み出方が変わってきますね。まず、議題が被ることによって、導入で言うことに小ボケに聞こえちゃうから、その設定がちゃんとお客さんが飲み込めない場合があって、変な軽滑りみたいな状態で、ちょっと本題に入ると若干笑いが弱くなるなんてこともね、別の方に頭、ああ、今日、議題が多いな、この議題の人多いな、なんて思いながら見られちゃった時ね。それいうのを邪念をできるだけ取り払ってネタに入っ
見てもらうっていうのが一番ね、お客さんが見てもらう形ってすごいありがたいので。でもそれはもう降板順、人の持ってくるネタによってはね、変わりますから。でどうなるかわかりませんけど、その、受ける、受けないとか、みんな受けてたよっていうのは、もちろん小屋の広さでも同じように、その、普段小さい小屋でお客さんいない人からしたら、それは全員受けてることになるよ。いやでも、あなたたちのその、小さい小屋の全然受けてない状態と、ルミネ・ザ・吉本の全然受けてないっていうのは、50人ぐらいが受けてるだったらほとんど受けてないことになりますから。450ですから。400人笑ってなかったらほとんど受けてないですよ。50人笑ってて。それを受けてたっていうと、ちょっと考え方、頭硬いかななんてね、ちょっと思うときはございまして。あえてね、そこについて、ちょっと、意見申して、立ててみました。ということでございました。以上、新藤辰巳のゴミラジオでした。せーの、チャンネル登録よろしくお願いします。